はい、みなさんこんにちは、村長です。スタジオワンがバージョン5.2というマイナーバージョンアップが行われました。いつものごとく、マイナーバージョンアップは無料でできるようになっています。早速みなさん、バージョンアップしてみてください。そこで、僕が今回、大方の DTM をやっている人がとっても便利な機能、これを二つだけあえてピックアップして、みなさんに速報として、 お伝えしたいいと思います僕もまだ勉強不足ですのでその他の機能についてはまたゆっくりじっくり皆さんにお知らせもしたいと思いますまず僕が気に入った一つ目の機能は「 スタジオワンのバージョン五点ゼロからクリップゲインというのが採用されましたこれはオートメーションの代わりにもなるようなとっても便利な機能ですちょっと拡大しますこのようにクリップに対して右クリックしてゲインエンベロープというのをチェックを入れますそうすると真ん中にこういう白いラインができますここで いくつかのポイントをこのように作り、オートメーションを書くようにボリュームを調整できる機能です。もちろんカーブもできます。そして、このクリップを複製します。コントロールキーを押しながら複製しますと、このように複製ができます。 複製をしますと、このように2つは全く同じになり、片方の減エンベロープを変更するとこちらも変わります。これはとても便利な時もあるんですが、不便な時もありますよね。これは新しいクリップを右クリックしまして、オーディオを選択して、右の方に 新規クリップバージョンというのがあります。これを選びますと、この2つは独立します。こちらを変更しても、こちらに作用がありません。このように2つは変更が効きます。例えば、はじめこれがないとしましょう。そして、これをメロダインをかけます。これも 先ほどと同様にコピーを作りますその場合二つが連動しますのでメルダインの方でもこのようにしておくとですね片方のこれを上げますそうするとここが連動してしまうんですねこれもちゃんと メロラインとの連携もうまくできていまして先ほどと同じようにオーディオ新規バージョンとするとそこからは独立しますこれで今まで複製したクリップが同じような挙動をしてしまうというのがもちろんバージョンを変えたりそして もう一度オーディオをバウンズしたりするとまた次のバージョンを変えることはできるんですけれども足かせになっていた部分もありますがこれでとっても便利になりました僕がもう一つ便利だと思った機能がピアノロールでの挙動ですこのようにピアノロールがありますちょっと拡大しましょうコントロールを押しながら。 をすると拡大できます。そして横の方にも拡大しておきます。このクリップはまあこんな簡単なフレーズです。はい、これを編集していくときにこう拡大をしますよね。そして便利なのは今まではこのベロシティとこちらが 連動はするんですけれどもこの操作が面倒でしたこの一つの音歌に対して上の方に持っていくと何やらボリュームのような絵が出現しますここで上にやったり下にやったり押さえながらやると テロシティがこのように,速に変えれますまた音下の下の方に持っていくと今までいちいちこれをカットしようとするとショートカットキーででも数字キーの2番を押せばもちろんこのように変えれるんですけれどもいちいち変えなくってもこのように下に持っていくとスライスになります。 こういうふうになりますしもし続いたこういう音程がありましたら同じように下に持っていくともう一度再結合することができるようになりました。これもとっても便利な機能です。今までできたショートカットとしてはコントロールキーを押しながらこうすると消しゴムになります。 もう一つ便利な機能にオルトキーを押しながら音程の上の方に持っていくとこのようにミュートができるようになりますこれでいちいち矢印ツールポイントツールとでも言うのでしょうかこれを変更しなくとも今やったようにもちろん音程を変えることは 簡単ですけれども一つのツールでいろんな機能がついてとっても編集が早くなりそうです。以上まずはファーストインプレッションとして2つの便利なオーディオクリップの扱いとミ i ピアノロールでの操作性この2つがとっても便利な機能だと思いましたので速報としてお伝えしようと思いました。今後も このように一つ一つ情報を出していきたいと思っています。その前に他の人がもっと便利に全体を教えてくれるかもしれません。村長でした。